は、うん、あのこの ISTP、INTP、はい、うん、要は言葉で殴る人たち、言葉で殴るっていう言い方が正しいのかどうかなんですけどね、はい、うん、向こうはそのつもりはないかもしれない、うんうん、だって私は見たことを正しく言ってるだけだ、うんうん、で、うん、そのそういう議論を楽しめる人たち、うん、だから多分彼らはその彼なんていうの、 ISTP とか INTP 同士で言い合うのは多分平気なんでしょうね、うん、でもまあ結構揉めるんじゃないですか。感情的にどうなんでしょうね、あと引かないんですかね。引くと思います。それも感情じゃないですか多分。で僕は一応自覚では ESFJ、うん、で、うん、FE 要は外交感情が主機能の人間なので、はいはいはい、崩れやすいんですね、はいはいはい、あの場が荒れると、うんうんうん、もうそっちに左右されちゃうので、うん、ただこの人たちは多分、うん、その強いんでしょうね、その辺は切り離せそうな気がする、うん、気持ちと感情と、まあ、思考を完全に切り離せたら、はい、別に争う必要もないじゃないですか。あ、ただそれを健全な口論だと思ってるじゃないのって思ってるんですね、うん、思ってるのかなって。あ、まあ、だからそこがそれやって解決するって思うじゃないですか。僕がその光景を見たときに、はい、そんなこと言い合っても、はい、もう思想が違うから解決しないよねってもう大冗談からズドーンってきましたねってなるじゃないですか、はい、その気持ちは分かります、はい、だからもうそこをやったところでもう殴り合いのだけじゃないですかに見えてしまう、うん、あ、ただまあ私の中でそこに対する憧れはあるんですね。それができる、あ、そう、要は法律ではこのドーンって殴るのはなしじゃないですか、うん、はいはいはい、でも健全な議論はありなんですよね、うん、でも名誉毀損はなしですからね。いやでも、いや名誉毀損してない、事実を、事実ですからって。あ、でもそれで名誉が気づくと名誉毀損ですからね、はい、事実、たとえ事実であったとしても。あ、今度は気持ちの問題になってくる。気持ちの問題、あ、そう、その人が、はい、そう、傷ついたって言えばいい、はい、名誉を毀損するかどうかは裁判所で判断するんで傷ついたかどうかっていうか、まあ、判例ですよ多分。なるほど。っていう、まあ、私が憧れるこのタイプの方々に、はい、うん、どんなそのインザグリップな部分、はいはい、どんな時にそこを握ってその、何て言うんだろう、ストレスがたまり、まあ、うん、悪い部分が出るんだろうなっていうのが、うんうんうん、今日ちょっとお話、はい、この感情タイプ同士で、はい、できるのかっていう話があるんですけど、今日が内向思考なので、うん、これですね、ここですね、あ、エクセルじゃないから光らない、この INTP、 TI、 INTP と ISTP でございますと、うん、内向思考の人たちの特徴を説明させていただくと、うん、内向思考の方々の特徴としては、うん、思慮深く論理を重視する人、うん、興味があることに対して控えめで距離を置く、うん、で自分の世界を分析して管理する、考えを組織立てて整理する、で知性の部分を重視する、で独立していて人に頼らない、うん、で批評的で懐疑的、うん、独自性があり型にはまらない人たちですと、うん、でストレスにさらされた時にどうなるかというと、反抗的で周囲に合わせない、うん、で落ち着かない、で自己中心的で防衛的になりますっていう紹介がされていて、うん、まあ、あとはざっと紹介させていただくと、うん、周囲の人と興味のあることに対して距離を置く印象がありますと、で、うん、大抵なことに対しては積極的なんですけども、うん、好きなのはそれを分析すること、うん、プレイじゃないんですね、うん、分析するのが好きだと、うん、で、感じるんじゃないんですね、うん、いや僕なんか何が楽しいんだろうって考えないなと思いました。それが楽しいんじゃないですか、分析するのが、うん、だから感じてはいるんですよ。あ、分からない、ごめんなさいで世界の複雑なことに興味を持っている時、うん、周りからは独立心があるねっていうふうに見えますと、うんうん、で物の見方が大多数の人とは異なると、うん、独自の理屈があるそうです、うん、で人間関係においては取り巻く世界を疑問を持って受け止めているように見られるとあります、うん、という、はい、ISTP、INTP の方々、うん、これ聞くと僕もそうかと思いますけど、ね、はい出た、また出た
っていう僕なるほど。で我々のこのチャンネルにも結構コメントをいただくのが多いんです、はいはい、特にこの INTP、うん、あ多いですね INTP, INTP は、うん、特にこの女性が少ないんですよね、少ないパーセントが、うんはい、なのでそのなんていうのギャップに苦しむっていうような声をよくいただいているような気がしています、うんうん、あの生きづらいという表現で、はいうん、あとはこの ISTP もあのコメントが多いかなと、うん、ただまあこの ISTP の男性は、うん、傭兵タイプっていう紹介を、うんはい、カーシー博士のセルフヘルプ術だと、うん、いや道具が好きとか、うんうん、っていうのであの、うん、当てはまってるっていう声は男性の方からは聞くんですけど、うん、やっぱり女性にとってはなんかそのなんて言うんだろう、求められるものが違うというか、うんうんうん、要はやりたいことが違うので、うん、なんか苦しさがあるのかなっていうのを感じておりますと。で、うん、今日はなんでこの、はい、こちらですね、うん、MBTI タイプ入門、うん、タイプとストレス編、はい、金子処方、うん、こちらでは、うん、いやこのストレスを、うん、ストレスタイプとストレス編なんですけども、はい、こちらでは内向思考タイプは、うん、感情機能を内回内で使うことで動機づけられるため、うん、考え方を検討したり、うん、体験を整理したりしながら、うん、内面でじっくり考えることに意識的に思考機能を使いますよと、うん、なのでその客観的なものの見方をできる限り維持しようとしますと、うん、で周囲の人や動きに対して冷静な観察者のような態度を取りますと、うん、で、客観的な分析を追求します、うん、批判や意見の不一致を個人的なことや個人を標的にしたものとは受け取らず、うん、むしろ建設的に捉えようとする、うん、で自分の考えの正確性や客観性を高めてくれるものである限りは、うん、厳しい批評を歓迎する、うん、客観的な批評をすることによって知らずに相手を傷つけてしまう、うん、傷つけられてしまう二等兵、うん、何も気持ちを感じていないように見えたり、うん、周囲の人に興味がないような印象を与えたりすることがある、うん、で人から距離を置いて見えるのが、うん、横柄な態度として相手から受け止められることがあると、うんうんうん、なんか結構ですよねって、はい、要は、うん、あの向こうは多分殴ってるつもりはないんですよ言葉で、うん、君を高めてあげてる、いやこうすればもっと良くなるよ、うん、こうすればもっと良くなるっていう指摘が、うんうん、君は今劣ってるよ、できてないよ、うん、っていうのとイコールじゃないですか、それって捉え方なんですけどね、うんはい、捉え方というか、まあ、正論なんですよ、バウンダリー無視って話ですよね。でも何でだろうそれは正論なんですよ。その正論をどこまでも広げるかっていうのはあるじゃないですか。こうグリップの話ですよ多分。よくない話じゃないですか。あでも、うんああうん、どうぞ、はい、うん、なんかアドラー的にいくと、はい、それはその人の課題って話ですよね。でも教えてくれてるわけですよね。教えてくれてるのは、はい、だから教えてくれって言われてないのに教えるのはあなたの課題ではないっていう話じゃないですか急になんかまた上から来ましたねあ、うん、エニアグラムタイプ級のような、うん、でなんかこういうところがそういうのに当てはまりそうなって気がしたんですよ。はいはいはい私一応まだその MBTI ではタイプジプシーをされてらっしゃるタイプジプシーをずっとしてるなるほど。だから読むと、はい、なんかどれも7割ぐらい当てはまりそうな気がするでも ESFJ はないですよね。あ、まあ J はないけど J はないですよね、はい、うん、J 以外はなんかあエピメテウスはないですよね。なので、うんまあ、J が除外されるのでみたいなとこですね、はい。